こんにちは、サトルです。皆さん iPhone 使っていますか？使っている人はいコメントください。ということで本日はこいつですね。 Android と違って一部の機能一部の処理自動化できるんですよ。半端ねっす。ということで本日こいつのすげーところご紹介します。はい、ということで本日はこいつのすげーところご紹介します。まず iPhone、皆さんねこいつ使うときアプリを開いてなんちゃらかんちゃらするみたいなことやってますよね。ですがこいつすごくてアプリ開かなくてもある程度のこと自動化できちゃうんですよ。こんな風に閉じた状態でも裏で勝手に何かさせることができます。これが IT テクノロジーの最高なところです。それはねできちゃうんですよ iPhone って。まあそうですね、こんなロボットの Android とは結構違うんですよ。こんなのっぽいですね。ということで本日こいつのすげえところを教えます。まずですね、こいつ自動化するにはねこのショートカットアプリ使います。ほい。でそれでこうやってプログラム作っていくとある程度自動化できちゃうんですよ。で今回ご紹介する面白い自動化っていうのはですね、まず俺はね毎日1時間に1回自分がどこにいたっていうのをね記録してます。こんな感じで位置情報を取ってきて、その次現在の時間取得して、でこうやってテキストに書いて iPhone 本体と iCloud に保存してます。はい、1時間に1回ここにいたよって記録してるんです。なんでかっていうとね、まあもしね悪いことに巻き込まれちゃったら僕ここにいたよって提示するために出すんですね。まあとにかく悪いことに巻き込まれてもいやいや僕何もやってないですよって言えるようにするためなんです。あ、俺別に悪いことやってるわけじゃないんだけど、まあもしね本当にそんな風に巻き込まれちゃったら嫌だから行動記録というのをやっています。でその次、俺時計アプリ開いてアラームこれねこうやって繰り返しをね平日にするっていうのがねちょっと嫌なんですよね。なんでかっていうと祝日の時アラーム鳴るの嫌なんですよ。起こされんの嫌です。今日仕事じゃねえのにって思うんですよ。だからね平日っていうの使わないでショートカットアプリ使って祝日と休日土日ですね、これを避けてアラームオンにしてくださいってプログラム組んでます。シリショートカットでプログラム組んでます。こうやって自動化やってるんですよ。これねもう Android ねできないね、こんなの。でも iPhone できちゃうんですよ。半端ねえでしょ。こうやっていろいろできるんですよ。これはねガジェット詳しい人でも多分ねうわここまでプログラム組んでてサトルキモって思うかもしれないですね。ガジェット詳しい人も多分キモいって言うと思います。こんだけプログラム組んでますからね。という感じで iPhone って本当にこうやって自動化できちゃうんですよ。でね皆さんに自動化ちょっと体験してもらいたいために、こんなのやりました。 431.com にほいシリショートカット載せました。ここでね俺の作ったシリショートカットダウンロードできます。アラームすべてオンって土日祝日避けてアラームオンにすることができます。こういう風に 431.com に載せました。よかったら体験してみてください。その他 Wi-Fi、Bluetooth 完全オフとかアラームすべてオフとかサファリのタブ全部閉じるとか載せました。よかったら試してみてください。でね何時になったら定期的にこれ実行してねっていうのを設定するときはね、例えば20時だとこんな感じでアラームすべてオンっていうのを実行してねっていう設定してます。はい、こうやってやれば毎日自動化してくれます。はい、自動化の秘密はこんな感じです。よかったら試してみてください。シリショートカットを使いこなすとアプリなんかそんなに使わなくなっちゃいます。ということでこんな感じで iPhone の自動化最強でしょうっていうお話でした。よかったらグッドボタンしてください。ではご視聴ありがとうございました。